こんにちは、ウキラン町フラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は福岡県の中央部田川郡に属する添田町、添田駅周辺を散策したいと思います。というわけで岩石城添田美術館に来ています。岩石城は平清盛が太宰第二であった頃に大馬影近に築かせたと伝わる城で、現在模擬天守が建築され、秀吉の岩石城攻略時に立てこもった秋月氏家臣の鎧などが展示され、3階は展望所として公開され、添田町を見渡せます。ぜひ訪れてみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。添田駅に行ってみましょう。はい、添田駅にやってきました。添田町には JR の駅が5つ、西添田駅、勧誘者彦山駅、豊前増田駅、彦山駅と、こちら添田町の中心駅の添田駅。乗り入れは北九州城の駅を起点とし、大分県日田市夜明け駅までを結ぶ日田彦山線が乗り入れておりますが、添田駅より日田方面は平成29年の九州北部豪雨の影響で被災したため、鉄道の運行がなく、 JR 九州バスの運営による日田彦山線 BRT の彦星ラインが代替交通となっています。 BRT とはバスラピッドトランジットの略称で、バス専用道路を作り、経由することで目的地に早く正確な時間に着けるようにする仕組みです。彦星ラインのバスは水素燃料電池バスで、車両デザインは6色、尺投げ、棚田、あやめ、水郷、山並、ゆずカラーです。また西鉄バスの後藤寺、綿米工場行きのバスも発車します。ホームの片側が電車、もう片側がバスと対面で乗り換えできる珍しい駅に生まれ変わりました。出たところのロータリーからは添田町町中バスが運行しており、駅より100メートルほど離れた場所にはかつてあった添田線の駅舎があり、現在は彦星ラインの詰所と添田カメラが入ります。それでは本日は添田駅より添田町役場、西添田駅までを散策していきながら、添田町の説明を挟んでいくんですが、添田町の成り立ちは1889年町村制施行により、野田村など3つの村が合併し添田村として発足。その後中願寺村を合併、1911年町制施行により添田町が発足し、合併や編入を経て1955年に現在の添田町になりました。地名の由来は、古代に大国主の命が出雲から彦山に移り住み、農耕に適していることから開拓を進め、田を添えたところから添田と名付けられたと言われています。福岡県の中央部に位置し、南部は北部九州の最高峰彦山や鷹の巣山を境に大分県日田市中津市と接しています。西部には釈ヶ岳、大日ヶ岳、戸ヶ岳などの山系を持って、朝倉郡東峰村および釜市、田川郡川崎町と接します。車でのアクセスでは、北九州の小倉へ1時間弱、福岡市久留米市へ1時間強で行くことができ、山間部という言葉からイメージする不便さをあまり感じずに生活することができます。東西に13キロ、南北に16キロで、総面積は 132.2 平方キロメートルと、県下でも屈指の広大な面積を有しています。地勢は南部を中心とした山間地帯、中部の山麓地帯によって占められ、北部の平坦地に町の経済、文化、行政、交通などの中心となり、人口の 70% が集中。年間の平均気温は12度から15度と低く、平均雨量は2200から2600ミリメートルと県下最高の降雨量で、この自然条件が豊かな森林資源を育て、雄大な景観を持つ県下唯一の休養型観光地としての適地を作るとともに、
山間地より流下する清流となって、周辺市町村の農作物や飲料水を潤す貴重な水資源を生み出しています。かつて石炭産業の発展とともに人口は増加の一途をたどり、昭和中期には3万人近い人口がいましたが、エネルギー革命による炭鉱の閉山とともに人口は減少し、現在の人口は8700人ほどになっています。今では農業を営む世帯が多く、雄大な自然にあふれ澄んだ空気と清流が作った美味しいお米の彦山清流米は、その味と粘りは非常に評判が良く、明治から大正にかけて開墾された金のバル大地は粘土状の赤土を持ち、水はけがとても良く、農業全般に非常に適し、昔から根菜類が盛んに作られ、キャベツに白菜にレタス、特に大根、人参、じゃがいもなどの根菜類は柔らかく甘みがあってとてもみずみずしいです。他にも彦山の天然水を利用して作られた手作りのこんにゃくはプリプリとした最高の食感で、地下60メートルから汲み上げた山霊の水を原料にしたご当地の彦山サイダーは、甘さ控えめのさっぱりした飲み心地が人気です。町内で生産される銘菓では90年の伝統が息づく深い味わい、昔ながらの手作りの懐かしい美味しさの彦山羊羹は、昔羊羹、彦山羊羹、バナナ羊羹の3種類があり、中でもバナナ羊羹は羊羹なのにバナナの味がする意外性とその美味しさで大好評です。またヤマメやイノシシ、シカのジビエなど新鮮な食材も道の駅勧誘者彦山にて買うことができ、道の駅には3軒のお食事処、本場韓国料理の尊家、中華アジサイ、毎朝きねつき餅を作る餅工房、添田町で育った新鮮な作物を使って手作りにこだわったお食事をいただけ、他にも遊具の充実した子どもワクワクパーク、公園内には小川が流れ、夏の暑い日などは水遊び、電動カーやモノライダーなどの遊具、2023年には新しく森林を生かした体験型レジャー施設フォレストアドベンチャー添田もオープンしています。また自然と文化、歴史では四季折々の表情を見せ、ソメイヨシノや八重桜、しだれ桜など約1500本の桜の名所添田公園、巨石奇岩が混在、不思議な景観を持つ岩石山、添田町の古い街道筋の中で真っ白な漆喰壁、銀色の瓦屋根が存在感を放つ中島家住宅は国の重要文化財に指定されています。夏には満天の星空の下、彦山川、中岩寺川、今川に蛍が舞い、秋には彦山の各所に広がる紅葉、冬には白雪が織りなす幻想的な風景など、四季折々の美しい自然が残る添田町。それでは最後は彦山を中心に矢場ひた彦山国定公園の一角、天と地をつなぐ神の山にある彦山神宮にてお別れをしたいと思います。彦山信仰において大きな拠点となるのが彦山神宮、重要文化財である金の鳥居から全長約900メートルで410段もの石段や長く美しい石畳の道には、彦山修験道本山、霊泉寺に山伏が暮らした棒、そして中腹にある宝平殿では年間祭事や祈願が行われます。日本三大修験の霊場として栄え、昭和50年に全国で3番目となる神宮になりました。上りはスロープカーを利用、下りは階段がおすすめです。春は桜、ツツジ、新緑、秋は紅葉などの自然も楽しむことができ、神聖な雰囲気が漂う場所、ぜひ訪れてみてください。というわけで本日は福岡県田川郡添田町、添田駅周辺を散策してきました。
いつものあなたに自然、歴史、食、旅、癒しを添える街。この動画を通して少しでも添田町を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな街を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。